丹波で暮らそう。丹波で暮らそうは丹波に住む素敵な人をお迎えして田舎暮らしについて本音で話す番組です。この番組は虎鉄が丹波市氷上町一部のスタジオから生放送でお送りさせていただきます。本日のゲストは大島恵子さんにお越しいただいております。大島さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりですね。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。大島さんはどちらにお住まいなんですか？はい、丹波の南、はい、三南町火事、はい、491-1、ね、なるほど、はい、生まれました。丹波のハワイと言われてますね。そうです。はい、はい、今日はねお久しぶりということなんですが、はい、大島さん今何してはるん？はい、いや今ねいろいろともう興味があることがいっぱいあってね、はい、こんなこと大きい声で言えないんですけど、はい、11月の選挙で、低いところから落ちまして、はい、で今は一般人になったんですけど、もういっぱい興味があることがあったんですけど、うん、給料が入らなくなったもんで、はい、食べていかなあかんと、うん、それでいろんなバイトをしまして、はい、今人間形成をしているところなんです。ああそう。そうなんです。ちなみに選挙からもう半年としたらね1年ほど経つんですけどね。そうですね、はい、半年余りの間に、はいはい、なんかいろいろ今までしたことない人生の経験をまあさらに深められたということですか？そうです。ふくやかになりたかったんです。あらまあ、はい、身も心もふくやかになりたいなと思ってチャレンジです。すごいね。はい、いやいや、ちなみに、はい、どんなことを体験されたんですか？ね、最初はね、はい、やっぱりちょっと落ちたっていうことがあって、うん、なんか丹波では嫌やなという、はい、この立派な体を持っている私なんですが、心がちょっと寂しくなってたもんで、はい、西脇の方のハローワークに行きまして、はい、でまあ、私なりにいろいろと資格も持ってるんですが、はい、何にも資格がなく誰ともあまり話のせんとこに行きたいなと思いまして、はい、こんだけペラペラ喋るんですけど、うん、3、4時間話もせずにできる仕事と思った時に、はい、レストランの、うん、皿洗いというのがあったんで、はい、それをちょっとチャレンジしてみようと思って4ヶ月ほど勤めました。へえ、毎日？毎日じゃないんです。それがコロナ禍でしょ、はい、だからそこが火曜日はお休み、うん、でそれと大島さん木曜日は必ず休んでくださいと、はい、で土日は行って大体週に4日ですかね、はいはい、行かせていただきました。あ、でもまあ4ヶ月行ったら相当な日数でもう、はい、熟練校ですね。いやもう熟女ですけど熟練校にはなれません。もうでも今までずっとねやっていただきますからね。皿は割るのは得意なんですけどね、はい、洗うのはちょっとね。いやいやいや、はい、でもまあしたことない、はい、そのレストランで働くっていうこと、お金をいただくっていうことの大変さいうのを、はい、もう本当に骨の髄まで体験しました、はい、4ヶ月ですけど。なるほどね。やっぱりもうね、はい、よその飯食ってこいやっちゃ、ね、うん、そうですね、いろいろとよその飯も食いましたけど、うん、やっぱりお金儲けをするっていうのは本当に大変なんやなと思って、はい、私も鬼の目にも涙というやつを流しまして、はい、あまりにもひどい叱られしたもんやから、いや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 泣いたんです。ああ、そうな、そうなんです。もうなんかこうほんまのね、はい、下働きの苦労っていうのはね。そうです、うん、でもしてみてね、はい、みんなこないして偉い目に遭いながらお金儲けしとるんやなっていうのも分かりましたし、うん、はい、本当にいい経験させていただきました。あで、ね、おしゃべりが大好きなんですけど、はい、もう3時間4時間は一言もしゃべることなく、はい、
誰とも話すことなく、はい、孤独に一目、はあ、皿を洗うっていう仕事ですね、うん、はあ、はい、で一番多い時は128人でしたかね、2日ほど来られた、うん、はい、あの5月の連休ですけど、でそれをまあ一人でひたすら洗う、はあ、まあ、相当な枚数ですね。そうですね、うん、はい、それから他にもされたんですか。あ、そうです、それを4ヶ月頑張って、で今度知り合いの方から一島の方にもこの間新聞に出てたんですけど、うん、ジャンボタニシが湧いてると。おでそれが西脇なんですけどね、それもまた、うんうん、それが私タニシっていうところにお勤めしてて、はい、今度タニシを退治するっていう仕事に、なんかおかしいですよね。面白いね、そのそうなんです、ね、はい、つながりが、ね、そうなんです。でそのレストランとその、うん、大野町っていうとこなんですけど、すぐ近くなんです、はい、5分もかからんところの、ええ、今度谷氏を虐待するっていうところにお仕事に行ったんです。へえ、それは実際にその田んぼ入って谷氏これ取るわけ、はい、いやいや違います、そのそれを取るあの、はい、装置っていうか機械っていうか、はい、それをあの内職へ作ったんです。はあ、うん、まあちょっとどんなもんかちょっと見たことないです。まあまあ言うたら、うん、うなぎ取りのカゴってあるでしょ、はい、それをまあちょっと工夫して作ったような。へえ、そこをおびき寄して餌を入れて、はい、うん、おびき寄して、はい、でそこを入ったらもう出らあんたら出られへんでみたいな、うん、そういうもんですね。へ、簡単に言ったらそれを作ってその田んぼに ばらまいとく、いや、ばらまくてか大きいあの、うん、苗箱ありますよね、はい、それを2枚合わせて、でその中にペットボトルをあの口の方を切って、はい、でそこをペラペラあの内からさ10センチぐらい置いて、そこをまた切って、うん、でそこをこうペラペラとして、うん、そこからおびき寄せて中に、うん、あのもう小さい穴から入った、うん、もう出られませんよっていうやつですね。へえ、まあいや、ほんまのそのなんか捕獲器、うなぎ取りみたいな。そうです、そうです、うん、あのなんか小学生の子が考えたへことらしいですけどね。あ、すごいですね。はい、はあ、でそのついでにあの18丁というあの、うん、ちょっと分からへん、想像がつかないような18丁のお米を作られてるんです。そこが18丁坊、ほう、そうです、ごっつい18ヘクタールもすごいね、すごいんやけど、すごいかなんや、私ちょっと想像がつかないのですけど、はいはい、そこへちょっとあの5日間ぐらいやったんですけど、うん、朝家を7時半前ぐらいに出て、はい、遅い時は晩8時半ぐらいに家に帰ってくるような生活を、うん、炎天下 32.4 度やったかな、西脇で。その暑い時ありましたね。はい、はい、常夏の島のようなとこへ、うん、はい、丹波の私はあのハワイに住んでるんですけどあの西脇のもう常夏のとこへまた行ってきたんです。へ、それもね、私あの皿洗いのとこで耐えて耐えてしとったおかげで、うん、今度そこ行った時に、はい、なんかもう解放されたように楽しくていや本当はしんどいんですけど、うん、楽しかったんです。はで、いろんな出会いがあって、本当にもうあの感謝ですね。うん、それとこの元気な体に産んでもらった両親に感謝ですね。うん、あ、はい、すごいね、はい、へえ、まああの谷氏もそれこそね、市島では、はい、そうですね、出始めて今度は退治せないかん言うとってやけど、そうそうそう、そうです、もうやっぱり他ではもうすでに、加古川とか、うん、稲美町って言ったことある、向こうの方ではすんごいこと湧いとるらしいです、うん、なんか九州の方で、はい、あの最初になんか見つけられたみたいですけどね。うん、暑いあのアフリカからかそっちの方からなんか来た外来種らしいですけどね、はい、またその卵の色、うん、ピンクもサーモンピンクのような、私はこれオレンジです、オレンジに近いんですけど、もうキモいっていうのがもうブツブツブツっとこうちっちゃいタネシから産むんですよ。へえ、それが2週間ぐらいでもう全部飼えるんです。わお、でそれが飼えて2週間ぐらいしたらまた子供産むんです。丹波に来てくれたらどんだけ子供が増えるか、すごい勢いやね。そうなんです、そんなもん止められどうにも止まらないやね。
あ、ほなめちゃくちゃ広がるのをちょっとこうセーブしてる、うん、ですやからそのらあの農薬みたいなんで、うん、その谷地を集めてきて、はい、そこへ農薬撒いてみたいなことを、あの今されてるんですけど、その国もちょっと動き出して、うん、で火災でその決まった田んぼで、うん、なんか試しでいろんなことされてるみたいですけどね。はあ、うん、ということはなかなかこれ一島でもやり始めたったけど難しい、うん、いやないせやからもう一島で止めてしまうと、はい、あ、そうか、えらいことな、反対に言うとね、えらいことになるなと思って、私も議員やったらまたね、いろんなことができるんやけど、今、はい、西脇の議員さんをにお願いして、うん、で私あの農業試験場、火災の農業試験場やら火災の役場に市役所に行って勉強して、うん、はい、でその西脇の議員さんに今補助金やらそんなをあのしてもらってるんですけど、うん、今勉強中なんですけどね、これも4年間無駄やなかったなと思って、うん、いろいろとまあ人脈もできとるし、そのね、補助金をもらうそういうこともおかげで勉強させてもらったんで、うん、はい、役に立ってますね。あ、なるほど、はい、はい、いや、まあ、あの新聞でね、谷氏が増えとるで困ってるんやいう話は見たんですけど、それがそう ほんまに広がってきたら恐ろしいことなんじゃない。そうですね、でもそれがね、はい、まあ、完全に逆もうなくしてしまうって、あの殺してしまうことはできへんのですけど、うん、ある程度その稲が大きくなったら硬いからよう食べへんらしいんですよ。で今度それがその辺にある雑草を食べてくれるっていう効果もあるんです。まあ、でもあの苗が小さい時はね、そうです、雑草もないから、そうです、それまた他に植えなあかんのです。あら、まあ、手で植え、食べられたとこを手で植えていかなあかんのです。まあ、でも日本古来の在来種ではないから、やっぱり生態系には悪影響と思います。でしょうね、と思いますね。うん、ほいでまたなんで広がるんですかそれ。え、まあ、あのね、私が聞いたのはなんかあの加古川、うん、あの行きあの川のね、加古川から通じて、はい、あの水を引いてやからいうようなことも聞いたんですけど、はい、その火災 の市役所に行った時には、うん、そのこうあのトラクターとか、はい、そういうのについたやつが、はい、まあ、長靴とかついたやつが次のとこに移ってみたいなことを聞いたんです。はあ、うん、だから河川だけじゃないなと思って。ほんならまあそこの一箇所で出たら、はい、まあ、はい、田んぼ当然すくわな。そうです、そうです。で機械も田植え機械って隣の田んぼで全部植えませんやん。そうです、洗いませんね。へえ、うん、そういうなんか増え方をするらしくて。あら、はい、ほんならちょっとよその田んぼだけは思っとったらえらい目に遭うってことだね。あ、そうですね、はい、はあ、まあいろいろと、はあ、初めて聞きましたけど、はあ、いろんなことを勉強させてもらって、うん、はあ、ああ楽しいですね。楽しい歌いかんね、こんな谷氏がで困っとってのに、私にとったらすごい勉強になって。そうですね、私も今初めて聞いて、はい、はあ、いや、みんな初めてみたいです、言ったら、はい、あの丹波の人にもそんな話をしたら、そんな初めて聞いたって言われます。ああ、そりゃそうやと思いますわ、うん、はあ、まあ、そういう意味では今日ね、はい、ラジオでね、はい、言ってもうたら、ああ、そうです、ね、えらいこっちゃな思って、ね、かもしれませんね。そうですね、はい、はい、そんなね大島恵子さんにね、はい、今日はいろいろとお話を伺っておりますが、はい、大島恵子さんの方からですね、はい、リクエスト曲をお聞きしておりますので、はい、ご紹介していただいてよろしいですか。 あのねこれは私の小さい時からの友達、仲のいい男友達なんですけど、はい、その子がなんか一番好きな曲何って、いや主人にも聞いたんですけど、うん、何にもないって言うからその友達に電話してなんかないって聞いたら、はい、ケメコの歌っていう歌がなんか昭和42年3年ぐらいの歌らしいんですけど、で私もその歌はまあよく知ってますし、うん、でまあその子に、うん、きっと私のこと思って歌なんかなと思ったりしながら、はい、あのかけてほしいなと思ってます。じゃあおかけしてよろしいですか。はい、どうぞ、はい、懐かしいですね、はい、まあ、懐かしいと思われる方と、ね、初めて聞いたなんじゃこら言うてという感じですけどね。あ、そうですね、でも歌えますね、はい、そうですね、はい、思い出しました。あ、そうですね、はい、
本日は三男町にお住まいの大島恵子さんにお話を伺ってきております。ね、前半戦ね、いろいろ仕事してきた話を ね聞きましたが、はい、その当時からその三男町にちょうど四五線が通ってて、そうですね、はい、ちょうどあのフランスベッドの前に、はい、そうです、日時計がね、はい、あったんですよね。そうなんです。でそれをこう、はい、草をかき分けじゃないけど、そうそうね、綺麗にされて、はい、今前撮る時に見るんですけど、はい、いつ見てももう大島さんとそっくり、もう楽しくて楽しくて、はい、毎朝もう早い時は5時過ぎから、はい、遅くても6時過ぎには日時計に何にもすることないんかいなっていうほど毎朝通ってます。あ、まあ家から近いし、はい、ちょうど良い、うん、そうです ね手頃な距離ではありますよね。そうですね、うんうん、ほんで、はい、綺麗にしたらねやっぱりみんな見て、ね、そうなんです。でこの間前川さんも見てもらったでしょ、はい、ちゃちゃ入れまんで、そうなんよ、出てしまいました。大島恵子がねえ、いや誰が出てんやろ、ね、いやどこのおばはんや言うたら大島恵子さんでした。ねえ、はい、もう芸能界デビューまでされて、そうなんです。サインどう、いやお前じゃ書いてもらっとこはい、そしたらまあ、はい、それからずっとね手入れをされていて、はい、そうですね、もう1年、うん、議員の時からやったんで、はい、1年と6ヶ月7ヶ月ぐらい毎日通ってます、はい、そうですね、はい、丹波市の人でもその四五線、はい、統計135度が通ってるいうことを、はい、まあ知っとってもいい人もあるけど知らない人もあるんで、そうですね、宣伝しとかなあかんね。そうですね、いや前に一般質問でそれもここでも話したんですけど、はい、うん、でそれからずっと続けてるんですけど、丹波市は統計135度が通ってる距離が、ええ、日本の中で一番長いんですよ。そうなんやで、それ僕その前回聞いた時に初めて、はいはい、135度四五線といえばもう赤市という、はい、ああそうですね、頭がありませんか、はい、はあ、そうです。私ら小学校4年生の時は赤市に、はい、赤市の天文台へ、うん、はい、社会見学で、行って、それが四五線やったんか何やったんか知らんままに、はい、うん、行ってましたよね。確かにね、うんうん、でもまあいろいろと調べとる中で、うん、はい、丹波市が一番長い距離を走っとるんやと、ね、24.1 キロ走ってるんですよ。いやほんま、うん、8箇所もあるんです、標柱が立ったり、ね、はい、青垣にもあるし、そうです、よう氷上町にもあるし青垶にもあるんやね、はい、そうです、8箇所あるんですよ、はい、ね、でその中で、はい、その12の市をずっと通ってるんですけど、淡路からずっと、はい、和歌山まで通ってるんですけど、その中で、はい、日時計っていうのが、うん、その私が生まれ育った66年間生まれ育った、うん、三男町火事の一番地にあるんです。はあ、どうです、それでも今まで知っとる人ちょっと少ないやろね。はい、知ってました。あ、いや、あ、そら、さすが地元で、そうです、まあ、設置当時にの、ね、思い出がありますから、ね。そうなんです。私が、高校1年生の時に、はい、あそこが工業団地になって、はい、いつもあそこを自転車、女学生の頃ですね、うんうん、そこを通ってまして、で、安藤建設さんっていう建設会社があそこ、はい、フランスベッドをされたんですけど、それが昭和45年なんです。はい、で、日ができたんが、うん、47年ですね。三男町が合併して15周年で、うんうん、記念にあれをされたようです。はい。だから、はい、三男町のマークが入ってるんですけどね。うんうんうん、はい。まあ、一回見に来ていただいたら、ほんまやね、はい。はい。ちょうどあそこね、車止めるのに良い広場になってるので、はい、そうなんです。そうなんです。今度、あそこにちょっと丸太を置いて、はい、ちょっと座るとこう、勝手にちょっとさせていただこうかなと。フランスベッドさんごめんなさい、なんですけど、はい、ちゃんとしたベンチやったらちょっと具合悪いんで、うん、はい、
野鳥の方から丸太をちょっといただいてきて、仮設いうことでね、そうです、はい、それやったらどうかなと、はいはいはい、しようと思ってます。思いますよ、はい、はい、で、はい、その、まあ、せっかくですから、はいはい、なんかイベント計画、うん したいなと、はい、これ議員で通っとったらもっと早いことバーッと動いとったんやけど、はい、私もまあいろいろとあって、うん、テレビにもまあ出るというつもりはなかったんですけど、はい、なんかね出していただいて余計また日が、うん、私に火がついてこの服のように赤い火がつきまして、今日ねラジオを聞く皆さんには見えないんですけどね、はい、そうですね、かなドレス、そうです、いやもう1590円なんです、これがまたほんまにそれと、ね、もう私が来たら15万9000円ぐらい見えるような気がせんでもないですね。それとその淡いね、はい、アジサイ、水色のアジサイをですね、うです、もうこのカラーにね、はい、目がパチクリしますけどこれでちょっとごまかそうとしております。はい、そうですね。ちょっとラジオを聞く皆さんはね、はい、想像していただきたいですね。そうですね。はい、綺麗な紫陽花にさらに綺麗なね、そうです、真っ赤なドレスを着た大島さん、はい、おばさんがね、はい、はい、本当に見ていただきたいですね。あ、本当です。これはまた後で YouTube でアップしますからね。はい、ありがとうございます。ぜひとも見ていただきたいですね。はい、ありがとうございます。で、はい、そのイベントのことですかね。まだね、はい、海のものとも山のものともわからんようなことなんですけど、私の中ではもう8月の7日に、はい、本当は統計135度で、うん、今年が日本時間が制定されて135年なんですよ、はい、あら135度で135年、そうなんです、それが7月の12日なんです、はい、7月の12日、はい、もう日がないんで、ほんまや、で七夕さんは7月の7日ですよね、うん、はい、やけど田舎では8月の7日なんです、うん、はい、ああ一月遅れでね、そうです、はい、で今日もカレンダー見たら8月の7日、うん、うん、土曜日やん、そうや休みやん、ちょうどええやんと思って、うん、その日にちょっと合わせて動こうかなと、はいはい、ほんまやね、これ8月7日、うん、今年も暑いやろね、あきっとね、暑いのはいいですやん、そうですね、はい、暑い方がいいですね、そうです、燃えるような、燃えてますからね、そうです、はい、でその日に805さんにもちょっとお世話になったりしながら、うん、はい、ほんまや、はい、もうぜひぜひ生中継ね、現場生中継、そうです、熱く燃える、そうです、ね、夏です、3月から、ね、そうです、いいですね、夏夏夏夏ここ夏です、イエーイ、頑張ります、はい、で12の市を通ってるんですけど、その日本海から明石から、そうですそうです、ね、和歌山の方から12も都市、そう通ってるんです、小野、ね、に三木に、はい、まあちょっといろいろと西脇、うん、ずっとあるんですけど、はい、福知山もあるんです、はい、で私が勝手に明石も西脇も反対してかもわからんねんけど、うん、もう明石の市長に負けんように突破しようと、はい、やっちゃいましょう、やろうと思ってるんです、でほんまですね、はい、もうちょっと聞きたいとこですね、早終わり、うそいや今喋ったとこやのに続きはまた明日ほんまやね残念、ちょっと延長3時間ほどね、本当ですね、残念でした、またどうぞ、これまた面白い企画が進んでるようなんで、ね、はい、ぜひとも追跡調査をさせていただきたいと思います、ね、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、本日は丹波市三南町にお住まいの大島恵子さんにお話を伺いました、大島さん今日はねどうもありがとうございました、 ありがとうございました、はい、それでは皆さんまた来週、はい、さよなら、さよなら。